じゃじゃたつつたんさんたん、ありがとうございます。じゃじゃだんたん、おのつんでよかった。こんばんは。ありがとう。やばい。美味しそう。美味しそう。いただきます。こんばんは。結婚して中田です。公演でした。ありがとうございました。最初の公演、初めて愛のホログラムを研究生で披露させていただきます。はい。私的にはね、ちょっと制服ダメな愛のプログラムはちょっとまあ悔しいというか、えあんまり立ち位置的にあれなんで、あれなんです。でもさ、あのまだアーカイブ見るとなんかわかんないけど、あそこめっちゃいいじゃん、糸の波は。でも結構悔しかったんですけど、楽しかったです。名前、こちらこそありがとう。結果して、危ないです。あ、今日最善いたね、ありがとうございました。やばい、本当にこのお弁当が一番好き。え、マジ？うん。今日どっちにしたの？違う方。うん、同じ。塩だったから、向こう。見えてたよ、青緑降ってるのが。早く見てほしいね。うん、こんばんは。いやいや、これが良かったですか？ありがとうございます。もうちょっとね、ちょっと悔しいんですけど、まあまあまあ楽しかった。なるへべだ。なるへべだ。そうなの？なるへべだった。めっちゃありがとうございます。私宛てですよ。うつさびの終わりのポーズですよ。初制服の、ね、嬉しい。めっちゃカメラ映ってました。ありがとうございます。このイベントはこの間と一緒の なんかあれかな。これ目立ちますか。嬉しい、ありがとうございます。まあ、ちょっともう食べてって感じかな。仲間の歌 MC 優勝でした。そう、ちょっとめっちゃ元気にいきました。びっくりしちゃったね。ちょっとやっぱ盛り上がっていこうぜっていう感じで、うん、やっぱ立ち位置的に制服の目で、思いをくれてありがとうございます。その反省見にくかった。わしもありがとうございます。本当にありがとうございます。12人、そう、誰ポジとかある、ないポジションがあって、ちょっと振りが変わったりとかがあるって感じかな。動く旗ありがとうございます。マシュマロありがとうございます。パンダ、次行けなかったね、ちょっとだけココアのサイリーも振ってくれたり覚えてるよ。え、ね、うまかったよね、ハンバーグのご飯。分かんなかった、俺、意味がどこがダジャレなんだろうって思った。どこどこ、ハンバーグのご飯爆発。ごハンバー違うじゃん、だってハンバ、ハンバクじゃん、ハンバー、だからバーグじゃんって言ってじゃん。わかんない、ハンバクじゃん、それ。滑ってないもん。ナンバーワンってくれてありがとう。アイのホログラムやりました。ハンバク、ハンバクじゃんね。いやーよー、ハンバクね、ちっこいな。アメちゃん、ありがとうございます。よかったと思います。なみなみじゃ、コードなんですよ。結果して、はい、アクタリです。あ、うまいね。ふだとこ、お、あ、ふだ、当たるかな。これからどんどん、私ですか、優しいね。近くの3倍に滑ってて、それはちょっと、なんか、なんと言えばいいのかって。反応が難しいので、やめてください。ね、現場にいたけど、時が一瞬止まったよ。そうなんです、君、お、やったー、DM 見て、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいでございます。こんばんは、やめて、その 滑った話やめてください。だるまちゃん、ありがとうございます。あ、100円は1年で
公演ぜひアーカイブも見てください。結果戦アバターです。お断りです。ぜひ見て感想もお待ちしますので、明日楽しみですね。ね、ありがとう。悲しいな。お手紙君に手紙を書きました。こんばんは。何もない平凡な便箋に何枚もじゃんじゃん。ぜひ見てください。こんばんは。そうなの、ミオさんの生誕祭なんですよね。思ったそうなの。だから迷惑かけちゃいけない、生誕祭で迷惑をかけちゃいけないっていう生誕祭初日ってそう、なんかメズラだね。メズラなんだよね。サラに関しても前からメズラなことばっかり起こったけどね。まあ、まあ珍しいなんてそんなことは連続ですよ。 S ばかりなんて斬新。わ嬉しい。 S も見てくださって、眠くなってきた。ママキ、わ嬉しい、ありがとうございます。アイフォロソロないよ。アイフォロソロないです。代わりに行ってきます。うん、ありがとう。足柄ありがとうございます。お、明日19当選発表なんだ。楽しみですね。うん、うん、19なんだ。MC もらった。嬉しい、ありがとうございます。新一さんはもうね、ね、私ファンということで、はい。そのパートないです。ごめんなさい、ないです。ごめんなさい。いや、私も今日が手紙でびっくりしました。びっくりしました、本当に。びっくりしちゃいました。違う、でも、そっか。これだけ放題。お。そうですよね、それ気になりますよね。サータえ、チャタオシじゃないの？イントネーション、これはですね、公式としてはサータンなんですけど、チャタオシじゃなかった。ココミンがサータンって呼び出してからちょっと12期で、うん、その波に乗っちゃった人がいまして、ちょっとそうだから今は結構サータンって呼んでる人も多いんですけど、うん、サータンですよね。ミユちゃんもサータン、はい、サータンが正解です。まあでもいいと思います、サータンでも、うん、なんかサラもなんかそうサータンの気がしてきた。誕生日確かにね、推しメン塊泉さんの生誕祭を会えますよ。最初そうなんですよ。こんばんは。まあでも好きな感じに読んだらいいと思います。なんで自分がない本へようやく言えました。グリーンティーラジオが始まる。チャラッと K2 あたりに出るサラだけに。ココハはココハです。え、今日書きました。わかんない、ココハはココハです。違う呼び方で呼ばれたことないね。そうね、いつか来てね。こんばんは。サナダ君、え、手紙が当たった女の子は実はココハちゃん推しだったっていう。そうですよ、あのそうです、ごめんなさい。ごめんなさいって知ってました。え、だって見て見てたから。でもサラのペンライト見て変えてた、変えてたんだよ。2分なの？変えてたんだよ、ごめんね。なんかでもこれでもう変わったかも、ごめん、うん、ごめん、変わらない、取っちゃった、ごめん、ごめん、変わらないんだ。いやもうキュンキュン、胸キュンキュンの手紙書いちゃったからさ、ごめんね、ごめんね、変わったよね。こちらこそごめんねこちらこそごめんね、うん、もう変わったよね、知ってる。いや変わんないんだよね。
ごめんね。あ、第6巻だけ？でしょ。え、あのさ、青のベースボール T シャツ着てさ、一列目に眼鏡かけてくれた方ですか？違う。この人ですか？ね、この間も確認したもんね、だって。だからもう多分分かっ、もう多分大丈夫、次からも。この間も確認したよね、だってね。ごめんね、いっぱい確認しちゃって。最悪感。割と分けた。お、後ろで振ってくれてたよね。あれだったの。ね、ようやくさ制服の目入れたね。ありがとうね。明日はやっと。お、真ん中だ。え、今日は。多少重視なの？でも一緒に遊んでくれる？2月中旬ぐらい。S どこだろう。あ、見ないでも終わったよね。いえいえ、できるとこあるかどうだろうね。名刺とかでも月出てほしいって言われたけど、頑張るねって言いながらふふふって思ってました。こんばんは、頑張ります。そうかもね、変えて変えてもったいいけどね。あ、パンタのパペット可愛いね。もっとジャスないケツ。ありがとう。だってケツはもっとあのレッスンのチャンスがないらしい。そうだね。まあ、確かに確かに。でもまあ世界観が大事じゃん。あ、そうです。セッシングライブはね、確かにいける。ケツナで暴れるときさ、ケツナでたいんですよね。いう思いだけは言っときますね。てりたま食べてない。卵を食べない。おばあちゃん声出し出して。うん、声出し、ああ、そこが大きいですか。でもちゃんと歩みたいお気持ち。お、まなざし嬉しい。じゃあまなざしで。すごいと思います。ちょっとマジで匂わせしない。はい、しません。あ、何時までやりますか。すいません、私が食べるの。いや、今日も帰ろうかなと。え、うん、めんどいでしょ。ならやろうかと思って。あ、マジ？やるなら、でも分かんない、何時までやってるか分かんないから。そうだね。まあまあ、ぼちぼちっていう感じです、うん、ちょっと決めないですけど、まあぼちぼちって感じです。あの、ポジナイス。まあね、でも前回はね、急遽だったからって感じだよね。嘘。嘘。島田、ありがとうございます。1個完食。まあ、おばちゃんエルコアに入って欲しすぎるよ。涙袋着たくなる、可愛いでしょ。おばちゃんありがとうございます。ここは好き、ありがとう。じゃあ見てほしいよ、こういうのダンスメシ。ありがとうございます。この謎のお餅弁当です。謎お餅弁当。1個2個目もあるのか。エルコと何の話かな。ナメヨコロキラキラです。いつもキラキラにしてます。唐揚げね、唐揚げ、唐揚げ、それは無意識です。そこができた。マンボー豆腐はマグカップに入れるの、どういうこと。はい、焼き鳥いいな、焼き鳥食べたい。昨日食べた。いいな、焼き鳥。最近お餅食べてない。昨日食べたお餅。うん、僕の好きなものばっか食べてる、うん、焼き鳥食べたいな。土日公園ね、あるかな。18、19って土日じゃないの。カレーとないいな。初見食べたいと思います。あ、土日しばらくないんだ。
56日、ね、今日腹筋強かったって昨日サボっちゃったんだけど、よかったよかった昨日忘れちゃったんだ、ね、あそっか、あ遠く帰りだから鳥貴族行ったことないんですよね。え美味しいよ、行ったことない、広島にも行ったことない。鳥貴族の砂肝食べて一緒に行こうか、行きたい本当に。でもこがちゃんこうやって行きたいとか言うのに行かないんですよ、みんな聞いて。違うよ、こがはもうなんかの時にあじゃあ帰り鳥貴族行こうよとか言われたら行く。じゃあで急に言えばいいの。あそうそうそう、そしたらそれ財布持ってないよ。あ奢ってくれる誘われたのに奢ってくれないの。いいのかなそれ。美味しいね、聞こえてない。自分には刺さった払いますよっていう人がお願いします。じゃあね、ありがとう。じゃ あのショールームでお願いします。どうやってってね、これ貴族生きてみたいな。焼き鳥とか食べない、昨日はそうね。だから帰りとかに急に行こうよみたいな言われたらいいんだ、まあまあまあいいよみたいな。うん、改まってさ、なんか、ね、この日この日行きましょうみたいになったら、はあ、分かりました。八宝菜食べたい、こんばんは。確かに確かにえ、いや急に確かに、あの構えていく店じゃないって。違う、あれだよ、あれ、なんでもない、出てこない。はあ、中華大好き。東海終わり、わ行きたいね。あ、目お疲れ様くんだよ、ありがとくんだよ。さくらさんじゃん。ありがとくんだよ。こんばんは。ありがとくんだよ。来たくんだよ、ありがとくんだよ。なんで公園の後っていちごミルク飲みたくなるんだろう。ならない。あれならなかった。来たくんだよ、ありがとくんだよ。さあたんのじゃだれが、あ、ダジャレが、じゃだれって言わないのよ。星ないと話題、まあ、わかんない、星だから。じゃだれ、マンボ豆腐かも大好き。なだれみたいにはねえ、さっきもなんか言ってなかった、ありがとくんだよ、変なこと。動画流れてきたな、S、え、どこどこどこ、うん、ならない。さっくーさん、かわいいよ。あ、わからない話題なんだって。いや、まあね、確かにね、って嘘。みんなやっぱ最近の流行りはわかんないのか。難解です。皆さん可愛いよね、見るたびに行っちゃう、可愛いって。コカちゃんのバッサリ行くとこ好きだよ、だってどこど、何でも多分サラみたいになんかメーンってなってる人じゃないと傷つきます。これ多分、ね、後輩できた時にこれを後輩に言ったら傷つきます、後輩が。じゃあアフターケアしっかりするわ。今の嘘だからね、本当めっちゃ面白かったから、本当に嘘だから、ごめん本当にごめんね、本当嘘だからっていうね。ごめん、大丈夫。 ありがとうございました。アサックスの字可愛いよね。あ、なるほどね、そういうことね。いちご飲みたい、飲みたくならないってバッサリ。血公園だと売ってくれない人多めなんだけど、なんかアーカイブ見たいね。まばたきしてましたか、ちなみに。私アイホロ、うん、気になるくない、どうしようしてたら気づかないうちに。普通にしちゃってたけど、
気をつけてもするよとか言っちゃダメですよね。しないように思いますっていう感じです。なるほど、よかったですか、嬉しい。動きがシャープ、嬉しいな。嬉しい、めっちゃ届いてました、ありがとう。謎テンションですか。お、してましたもの。頑張ろう。どうだろう、うまく歌えてたかな。うん、うまかった。お、明るい。あまり夜更かしすずにね、いつもありがとう。あのね、明日は公演あるから嬉しかった。めっちゃたくさんしてくれた、みんな。待ってて、待ってて、明日はちょっと公演あるから、あれだから、またいいな、公演あるのだったら返します。オラヤマピー、質問コーナー、こんばんは。終わりますか、そろそろ。はい、壇上を読みますね。嬉しい、ありがとう。違う、二段弁当だってこれ二段弁当だよ。二個食べた食いしん坊じゃないですよ。食べてなかった。12位パンダさん、2位、あと ぜひぜひなんか強そうな鎧の人。今日は明日の運勢を言っていこうと思います。ゆっくり返していきます。嬉しかった。13位、小吉。10位、あんま質問ないかな。小吉。11位、大吉。8位、中吉。7位、末吉。参考にします。6位、大吉。5位、待ってます、質問した。末吉。質問さ、なんで知ってるの、これ言ってないんだけどな。4位、何、どのポーズ、何だ。中吉。3位、大吉。1位、嬉しいな。今日今日こいって言ってるが、今日キョン、ありがとうございました。え、なんで、え、なんで、え、なんでしたっけ。キョン求めてたアバター見てたら、ここにさ、コメント出るじゃん。キョン、キョン来いって言ってたから、キョンにします。こんばんは、お見送りはね、ちょっと。バイバーイ、おやすみー。終わります。